裂け目での異変を隠したってのに今さら信じられるか。ドラッカ、うるさい、黙ってろ。話は終わりだ。挑戦を受けろ。ならば分隊を招集し征服者の門で待つがいい。決闘に備えてくる。下がれ。このままでは一派がついえてしまう。そなただけが二人を助け、私と同じように彼らを理解した。そなたの言葉なら耳を傾けるかもしれん。二人とも素直に聞くとは思えないけどな。そなたの言葉であれば聞くはず。ジェタッカの言う通りなら、ヤーラとドラッカは大勢を死に追いやることになる。何かできることがあるはず。めっちゃ気合い入れてる。うおーい。君らは子供の頃からそんな顔してんのか。これが征服者のもんか。デナークスたちが生きり立ってる。ドラッカとヤーラはもういるな。生きり立ってる。どうだかな。来たか。首を突っ込んでくるとはな。アーロイ、決闘の立ち会いに来たのか。決闘せねばならぬのか。当然しないとな。このままでは全分隊が参戦することになり、大勢が死ぬのだぞ。さらに報復が始まれば村でも大勢が死ぬだろう。他の方法があるはずだ。二人とも彼女の話を聞け。それだけの借りはあろう。ヤーラ、どうしても戦うっていうのか。裂け目を壊したんだぞ。何も知らなかったなんて言葉信じられるか。全ては私に挑戦するがために仕組まれたことだ。わかるだろう。ずっとそれを望んでいたのだ。一派の指揮権さえ手に入れれば何人死のうが、奴は気にも留めない。私が奴に終止符を打つ。ここでな。ドラッカ、機械の心臓を手に入れるために多くの部下を失っただろう。まだ失いたいのか。その犠牲があったから水源を探しに行かせ、だからこそ今俺はここに立っているんだ。誓って俺は裂け目で起こったこととは無関係だ。地下で水が漏れているとウクタに言われ、井戸が見つかるかもと思ったんだ。裂け目の水を抜けなんて言うか。だったら矛を収めて話し合えばいい。ダメだ。話し合うことなどあるか。ヤーラは俺たちに嘘をついてた。いやー、もうどっちかしかないのか。いや、あったね。博愛主義でいきましょう。指令を決めるために虐殺を起こして本当に民が救えると思っているのか。バカな真似はやめて手を取り合うんだ。その通り。両者槍を収めよ。さあ家に帰るんだ。ヤーラが指令のままでか。ふざけるな。見たか。こいつの狙いは指令の座だ。復讐はここで終わらせる。俺も賛成だ。どちらにつくんだ、アーロイ。ここで決着をつけるぞ。虐殺を避ける術は何かあるはずだ。テナークスは面倒なやつばかりだな。残念ながらな。
やら、これはドラッカの陰謀なんかじゃない。お前は自分の民に裂け目の真実を偽った。一派を存続させるためだとも言っていたが、それも偽りか。そうでないなら身を引くんだ。ドラッカに指揮権を渡せ。偽りなどでは断じてない。だからこそ奴に指揮権を渡すことなどできん。なら私たちで決着をつけよう。民を救いたいならお前の分隊は巻き込むな。お前は腕が立つ。彼らと共に戦う。我々はアーロイとドラッカにつこう。これで同数だ。お前たちと戦わねばならぬとはな。新たな掟だ。私たちだけで戦い、勝者が指揮権を得る。もういいだろう、やってやる。長いことこの時を待っていたぜ。終わりだ。どうした？さっさととどめを刺せ。なぜ殺したんだ？逃がせばレガーラのように牙を剥くだけ。それでこれからどうする？裂け目の水はまだまだ足りないぞ。砂漠の集落から指導者を集めて協議する。今一瞬司令らしく聞こえたぞ。お褒めの言葉嬉しいね。ほら受け取れ。今日は本当に世話になったな。無視することもできたはず。砂漠の炎よ、オンに切る。これで良かったのかどうかわからんがね。あいつのオーバーライドみたいだが、別の機械になるはずだ。お、なんか村が見えてきた。ここがゾッカの話にあった村のはずだ。村全体が冠水している。嵐の被害かもな。避難できた人はいるのか。岸辺を調べてみよう。
あの高台の上に生存者がいるな。様子を見てこよう。あっちはあんなに水不足だったのに。だ、だい。そいつは無事か？うん、大丈夫よ。ミスター、他のみんなは？余計なことは考えず、今は砂漠の民は大体このカラーか。ナティーカよ、あなたはるばる東部から来たみたいだね。ナティーカ、ここが血の爪痕か。だったところ、どうしてこの場所のことを？ネスタの槍にいる入れ墨師の弟子がお前を探せと、対象に何かあったのかと心配していた。まあご覧の通り、敗血を運ぶよりも大きな問題ができてね。何があった？この前の嵐のせいで山の半分が崩れちゃって、土砂崩れが村を飲み込んだの。大勢が行方知れずだけど、この二人のそばについてなきゃ。なら私が見てくる。誰かを見つけたらここへ送るよ。ありがとう。もし年配でしかめっ面のケントックって兵士を見かけたら、彼にここにいるって伝えて。フォーカスを使えば生存者を探せるかも。体に水がまとわりつく。汚染されてるな。ネッサの槍が水不足でもこの水は使えない。それは厄介だな。あの崖から降ろさないと。あのクレーンを使うか。うまく位置を合わせられれば橋代わりにできるかも。瓦礫がクレーンの土台を塞いでる。あの鉄を引っ張ればどけられるかも。クレーンが少し動いたが、何かに引っかかってるみたいだ。水中を見るか。フォーカスで調べてみよう。バレなさそうだ。どうだ？よし、位置はこれでいい。あとはアームを下ろして。なんかすごいことになったな。それじゃあアームの下を調べてみて、下ろせるか見てみよう。何かが重りになっているみたいだ。水から上がらないとよく見えないな。あれか、鉄を引っ張り出せば重しがなくなってアームが下がる。あの鉄はここからじゃ引っ張れない、うん、もっと高い位置に行こう。この角度じゃダメみたいだ。で、こっちってことね。ち、俺の浅はかな考えなど読んでるということか。違う。ああ、もう、
ここで決めるんだ。うまくいった。おー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 おお。くそ、アームが引っかかってる。上に登って調べてみるか。一気に降りる。あのケーブルを外せばアームが下まで降りそうだ。今からこいつを下ろす。気をつけろ。いつでもいいよ。めちゃくちゃだ。お、天の血よ、一体どうやったんだい。前にちょっといい。まずアイテムだ。どうやったか知らないけど本当に助かったよ。みんな大丈夫か。こいつは避難中に瓦礫に当たって足を折ったけど死にゃしない。どうしてこんなところに。この前の嵐で村が土砂崩れにあってね、洪水もこの崖のすぐ下まで迫ってたんだよ。でも嵐が落ち着く頃にはもう水が引いていて降りられなくなった。仲間を置き去りにはできなくてね。ここから岸まで行けるか。ナティーカがそこで手当てをしている。ナティーカが。天に感謝を。ナティーカのとこに行くよ。指示も仰げそうだしね。土砂崩れが起きた時何人か鉄塔へ走っていくのを見た。そこを調べてみるといい。ありがとう、調べてみる。鉄塔ね。氷の矢玉は効果がなさそうだ。スナップモーカー上か。機械だ。洪水の後に来たのか。屋上にあるはしごまで行かないと。隣の壊れた建物から渡れるかもしれない。隣の建物には泳いで入れないみたいだ。何かを使って金属の壁を越えていかないと。フォーカスで見てみるか。あの木、もう倒れる寸前だ。ほんの一押ししてやれば建物への橋代わりになるかも。よいしょ。うまくいった。あとは中を登って頂上まで行ければそこから生存者のところに渡れるはず。いや待て待て、おかしいおかしい。違う違う。
今にも凍りそうな水だ。で、こういうのもんだね。はいはいはいと。ん？あ、あれか。地獄はそこだ。多分飛び移れる。はしごが上がったままだ。体重をかけてやれば下ろせるかも。落ちた。ウィー、みんな無事か？あなたテナークスじゃないわね。ごめん、無事よ。土砂崩れが村を襲った時ここに避難したの。でも瓦礫で入り口が塞がれてしまって、あのはしごから逃げるつもりが高すぎて届かなかった。大丈夫、別の方法を見つけてくる。他の仲間は無事なの？ここに逃げ込む前、仲間が北側にある洞窟のそばにある見張り台に登ってったのを見かけたわ。調べてみるよ。ここから出たら岸に向かえ。ナティーカが高台で待ってる。無事だったのね。よかった。脱出できたらすぐに向かうわ。わかった。少し時間をくれ。さーて、どっかで引っ張るんだろうけど、どこで引っ張るのこれ。お、方向性は合ってた。
近すぎてダメか。これでいいだろう。よし、もう出られるぞ。ありがとう。すぐに基地に向かうわね。ここにケントックはいないようだな。よし、北端にある見張り台を探すか。あっちか。身動きが取れないんだ。じっとしてろ、私が片付ける。支柱を壊せばあの岩で機械を潰せる。生存者も安全だ。降りるぞ。備えは必要だからな。みんな大丈夫か？無事だよ。もうスナップモーもいないしな。あんた強いな。ケントックは見なかったか？ナティーカの頼みで探している。土砂崩れの前に見たな。そうか。岸に向かえ。村の反対側だ。ナティーカと生存者たちがいる。わかった。ありがとうな。よし、生存者はこれで全員だな。だがケントックが見当たらない。ナティーカのところに戻って知らせよう。行くから、あなたはここになってここでよく休んでいて。休んで。アーロイ、おかげで兵士たちはみんな無事。でも、ケントックはどこ？それらしき人は見当たらなかった。嵐の時彼はどこにいたんだ？最後に会ったのは私。族長の衛兵として誓いを立てに村を出るって伝えに行ったの。だけど彼に受胎を拒否されてね。テナークスはみんな頑固だけど彼は人一倍そうなの。それで喧嘩別れ。その後大根から戻ろうとしたら土砂崩れが。謝るために戻ったのか。見つけなきゃ。ケントックが嵐で死ぬなんてありえない。
ケントックはお前の分隊長なのか。これまでずっと彼の分隊で鍛えてきたの。シェルスナッパー並みにしぶとくて、砂漠みたいに容赦ない人。でも鍛えてもらったおかげで剣の腕は上がったし、務めを果たすために戦う意味も教わった。大いなるものに尽くすためか。そう。でも彼は私をこの地に縛りつけ、大いなるものに身を捧げることを阻んだ。族長の衛兵に誓いを立てたいと言っていたが、それが勇士なのか。うん、勇士は族長の意思を伝えるために旅して回るけれど、衛兵は樹海にとどまって族長をお守りする。勇士と同じで衛兵になれるのはほんの一握り。なぜケントクはお前を引き止めたんだ。分隊と一派に仕えることの方が名誉なんだって言ってたけど、ここでやることといったら捕虜の材料集め、族長をお守りする役目には及ばないのに。土砂崩れにやられたのか。激しい嵐だったんだな。年々嵐がひどくなってきていてね。集中豪雨に落雷、それに鉄塔を揺るがす大風、今回は特にひどかった。ここも本来は乾いた土地のはずなのに、嵐で随分と変わったわ。首都では水が不足してる。この水は使えるか。裂け目が水不足。みんな問題を抱えてるんだね。でもここの水はダメ。この水は排血に毒されてる。油と同じで飲めやしない。ここでは排血と交換で水を得ていると入れ墨師の弟子から聞いた。そういう掟なの。他の村が食料や機械の部品で首都と交易するように、ここは石で交易する。それはとても重要な石で、一派では排血を使って皮膚を彩るから、その石なしじゃ栄光の印を残せない。なるほど、それは大事だな。もう一度村を見回りに行ってくる。最後にケントック。ナティーカ。ここよ。ケントックは助かったのか。今探してる。あの方は崩落から俺を助けてくれたんだ。でも洪水に飲まれて洞穴に流された。洞穴。地下深くに続く古の通路。来て、案内する。ナティーカ、命令をして。ここは危険だ。それに機械と戦えるのはここにいる半数だけ。どうすればいい。行って、洞穴は北西の丘の中腹にある。私もすぐ向かうから。これからどうすればいい。まず見張り役の兵士を数名配置して。了解した。よし。さ、あそこの光ってたやつかな、多分。うん、あれだな。オーライ。帽子が。あれが洞穴だな。古い鉱山のようだ。入り口は瓦礫で塞がれている。ケントックは洪水で中に流されたのかも。瓦礫をどかさないと入れない。部長、よいしょ。危ない。よし、この先に何があるか確かめよう。いた。大丈夫か。お前がケントックだな。なぜ流れ者が私の名を。ナティーカに頼まれてきた。お前が助けた兵士から流されたと聞いてな。そうか、無事だったか。よかった。待て、ナティーカが戻ったのか。ああ、話に戻る途中で土砂崩れが起きたらしい。今は生存者の世話をしてる。私が
間違ってた。除隊を認めぬなど、兵士は皆部族のために奉仕すべきもの。彼女の言う通りだ。今更だが、行かせたくなかった。有能な族長の衛兵になれた者を、もうあいつの希望を妨げはしない。この傷じゃ助からないって顔だな。私は務めを終えた。さあもう行け。いや、ここで死なせたりしない。出られる方法があるはず。無駄だ。登ろうとしたがダメだった。壁さえつかめない。地上から水が流れてる。通ってきたとこじゃないな。別のところからだ。それを見つけて量を増やせば、お前が身動き取れなくても地上に運べる方法があるかも。おい、ほら、気を失うんじゃないぞ。周りを調べてくる。まるでナティーカのようだな。ファイアクローのように容赦ない。ならもう慣れてるな。ここで待っていろ。ここから出してやるから。スパルタ。水が流れてくる場所を見つけないと、上に登って調べてみるしかないな。ふっ。して、もしもし。やっぱ押さなきゃダメ。通気口から流れてる。違うか。ならどこか別の場所か。近すぎて無理か。この壁に金属が見える。一部引っ張り出せるかもな。
下で見た滝はこの辺りから入り込んでるはずだ。水源を見てみよう。しまった。落ちたかと思ったぜ。まだ上がある。上っていうか先か。水が漏れ出してるな。ファイアグリームを使って壁を吹き飛ばせれば一気に浸水が始まるはず。ケントックが乗る木材なら浮いてくるだろう。よし。何をしたんだ。出口を用意した。もうすぐだ。おい、しっかりするんだ。なていかに。自分で言うんだ。負けず嫌いなんだろ。最後まで戦え。いけいけ。彼からの伝言だ。剣はそれを手にする者にのみ従うもの。訓練でいつも言われてたっけ。叱る時も褒める時も耳にタコができるほど。でもきっと彼の言う通り、残るか去るかは私が決めること。謝れなくて残念だったな。そうね。これからどうする。まだわからない。血の爪痕は立て直せるだろうし、それが済んでからまあ衛兵になるのもありかも。まずはケントックを弔わなきゃ。名誉ある兵士としてね。アーロイ待って。あなたのおかげで仲間も村も救われた。これを受け取って。ありがとう。お前ならうまくやれるよ。よし。悲しい話多いな。アーロイ、あなたは機械炉の近くにいるようですね。そこの子はアクセスすれば新たなオーバーライドを取得できるでしょう。ガイア、あなたのフォーカスに場所を記しておきました。ありがとう。ガイア親切。よし。